見える海火メルマガ。こんにちは。一般社団法人海火 GP の村松大輔です。本日はですね、この ある、ある団体に出させていただいて、その時にですね、この今、未来予知っていうのがすごくこう、ブームで流行ってますと。じゃあそれ、量子的学的に見たらどうなりますかっていうね、ご質問いただいたんですけれども、そのところでもお話しさせていただいたんですが、じゃあ量子力学的っていうのは、こう、ミクロの空間でしかこう成り立たないんですけども、このね、何もない場に対してエネルギーが入ると、ブラーっとこう揺れます。その小さな局所的な、一部的なブラーッとこう揺れが一つの素粒子ですよと。で、その部分が、 過去にも未来にもまだ何も揺れていない可能性、いろんな可能性を取りうる場があって、そこに過去に、ね、エネルギーぶつけたら過去が揺れますよ。未来にもエネルギーをぶつけたら未来が揺れますよ。まだ揺れてませんよと。 で過去も自分のぶつけた意識で揺れていますどういうことかというと、例えばですね、大人になってお母さんとね、母親と一緒に買い物に行きましたと。で、親孝行しようとかね、なんかお母さんにね、素敵なものを買おうと思って一緒にこう出かけますと。で、楽しいワクワク、ルンルンっていう意識でいて、そのね、母親とあ私とねこのおとも、えー、お友達みたいな感覚で一緒に行ってるときに、そういえば小学校の時もね、中学校の時もお母さんと楽しく買い物に行ったよなっていうふうに、過去 楽しいってこう振り返ると、まだ何にも揺れてない過去、ね、こう楽しいで観測すると、楽しいでこう揺れますよと。でも、今一緒にお買い物に行ってる時にお母さんにねこの昔言われたくなかった嫌な,出来嫌な言葉とまをバンって言われましたと。あんたまたいつもこうじゃないのみたいに言われた時に、カチンってなったともに、ま、もうお母さん昔からそうじゃないみたいに、カチンって意識で昔を見た瞬間に、過去がムカつくでこう揺れてると。 いうふうに、過去まだ何にも揺れてないんだけど、自分が意識したら、その意識でよ、よ、嬉しい、楽しいとか、ムカつくでこう揺れてますよと。未来も同じで、例えば、未来四つがね。この2025年になんか地球にすごいことが、自然災害が起こりますよとかっていう予言があったとしますと。で、それに対して、やば、もうまずいじゃん、地球どうなっちゃうのってこう意識をぶつけると。 まだ何にも揺れていない未来にやばいってフォトンぶつけると、より多くの人たちがたくさんやばいってこうぶつけると、それでバーってこう素粒子がやばいで出現するので、未来がその通りにやばくなりますと。でも、会花の YouTube をね、ご覧いただいているこの皆さんはですね、自分の意識で未来をどうにでもこうクリエイトできるので、 ご自身の未来をですね、この、やばいではなくて、地球大丈夫だよと安心、大前、自弱、穏やか、調和、大丈夫だよ、愛してるよっていう周波数で未来を見てあげると。 で、そうすると、まだ何にも揺れてない未来を、安心、大善、磁石、穏やかなね、調和の周波数でぶつけてあげると、それの調和でこう揺れますよと。そういう人たちが多ければ多いほど、そして強度、強さ、えー、投げる音の粒々の量がですね、1秒間あたりたくさん、調和大丈夫だよって意識で存在すると、未来がそれで揺れていくので、地球も大丈夫な状態で存在します。なので、未来もまだ何にも決まっていなくて、我々どんだけの 人数でどんだけの粒の量で、どんだけのね振動数の高さで思ってあげるかで、未来を揺らしていくので、2025年、まずいことが起こると知れば知るほどね、2028年何年とか2030年とかいろんなことの予知予言があったとして、やばい予言があったとしたら、気づいてる私たちはぜひ安心、大善、自弱の周波数をね、大丈夫だよって響かせていくと。 自分自身が響かせていくと、自分の心も安心・滞在・自弱ですし、自分の家族、自分の職場も安心・滞在・自弱で、自分の人生がずっと大丈夫って意識で進んでいきます。そういうふうにして、私たちの意識の合計でですね、地球を踊り、どん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 より良い状況に持っていきますので、ぜひ、こうやって意識ある我々がですね、大丈夫だよって意識を日々日々広げていけば、家庭も良くなるし、地球も良くなるしと。 家庭も地球も全部こう電磁場で繋がり合っていますのでそういうふうにね捉えていっていただければと思います。では今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。